アンバスちゃん。はい、皆さんこんにちは。岩手をこよなく愛する岩手在住音楽ユニットアンダーパスのマー君とミカです。はい、よろしくお願いします。さあ、今日なんですけれども、何を作っていきましょうか。はい、今日はですね、うちの食卓にはほぼレギュラーで登場している鶏ハムがあるんですけれども、鶏ちゃんどういうことですか、この尺長いね。鶏ハム、はい、いいですね。こちら鶏ハムなんですけれども、大体ね、あの仕込みに一晩かかるので。一晩もかかんのかい。どういう風に作ってるかだけね、先に紹介したいと思います。なるほど、わかりました。それでは僕もね、興味しんしんだね。うん、しんしん消えたね。どういうこと。では、せーの、いってみよう。じゃあ、鶏ハムの仕込みをしていきたいと思います。いいですね。お肉はこの子ですか。はい。これさ、すぐ食べないわけですよ、鶏ハムね。まあ時間がね、丸一日かかるって挨拶で言ってましたからね。そうなんです。で、こういうところですね。お、なに、なに。手袋をチラッとするようにしてる。チラッと。チラッとね。こんな感じ。お湯を沸かしておかなければならない。はい。で、ここにブロッコリーになるものがありますが。食べまーす。食べます。こういうちょぼちょぼ。ちょぼちょぼ。お湯だね。ナイアガラだね。じゃあお湯を沸かしておきます。はい、お湯沸かしましょう。その間に。で、鶏肉なんですけれども、使うのは鶏の胸肉です。ほう。大体ですね、私が買ってくるのは、100g 40円くらい。これをこう巻いていくんですけれども、うん、はい、私がやる作業としては皮をですね、うん、美味しそう、これこのままで食べたい、剥ぐ人もいるんですよ。するでも私はこの皮が美味しいと思ってるので、うん、綺麗に伸ばす作業を私はしています、はい、伸ばさないとこうです。わかります。いや、わかるでしょ。全然見てください皆さん、ここ皮これしかない。伸ばしていますと、ですごい劇的簡単なんですけれども、あの均等に皮の部分がですね、ハムに、行き渡って、本当に簡単なんですけど、はい、まあいろいろなメーカーで出している味がいろいろ混ざっている調味料、万能でってでどこのでもいいんですけど、こういうやつ、これをですね、まあ強めに、強めに、これ弱めと強め、何か違いはあるんですか。お肉が結構熱いので、うん、確かに。これが一晩で、あの味が染みるようです、ね。一晩でこれいけるんだね。あとこうフォークで刺して、うん、こう味が染みるようにとかいろいろされてる方いらっしゃると思うんですけど、私が使ってるのはこれだけ。これしか使ってない。で、この後なんですけれども、うん、加熱をしていくときに、うん、ここの熱い部分とこの薄い部分、うん、これ結構差があるの分かりますか。分かりません。あ、全然違う、横から見ると。でこれを包丁で鳴らす人もいるんですけど、うん、私は鳴らしません。どうやって均等にするかというと、うん、この鶏肉をこうやってラップでコロコロします。コロコロだね。そうするとこういう状況になります。おお、でもまだこことここは差がありますよね。あ、これをですね、うん、押しながら、うん、美味しそうだけどね、もうすでにね、押しながら、面白い、押しながらくる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 、ほら、どうですか、マー君。ソーセージじゃないですか。そういう風にして加熱します。これだけだと崩れてきちゃうんで、私は、うん、もう一回ちょっと方向変えて、ブルブルブル、ほら早いね。で、さらに扱いやすいということからですね、湯煎用のビニール袋に。湯煎用のビニールがあるの？いろいろあるんです。あるんですけど、空気をできるだけ抜いて、うん、結んで、うん、結んで開いて、開かない。これで仕込み完成です。この後ですね、これを加熱していきます。もう一個作るんでお待ちください。
2個できた。あ、できた。じゃーん。なんかお祭りで取った金魚のようだね。怖い。こういうちょっと、はい、静かにしておいて。はいはい。これにですね。あ、ポーちゃん。ポーちゃん。あー、いい湯だな。もうこれで蓋して、うん、そのまま火も止めて、うん、待つだけでも。いいんですけど、うん、何せ東北地方寒冷地仕様で、ね、うん、ちょっとの間だけ加熱したままこの子たちをお風呂に入れて火を止め、あとは一晩待つだけなんですよ。お、だから一晩っていうのはこのあと一晩このゆっくりですね加熱する感じです。わかりました、はい、では一晩待ってみよう。早速出していきましょうか、はい、冷蔵庫から。おお、鶏ハムちゃん、これね、あの、うん、火が通ってるとこんな感じでですね、中でこう、わかります、この肉汁がこう動いてるのわかります？本当だ、ポコ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 、これこう中に火が通ってるとこのように肉汁があの外側に出てきて、へー、1本を切ってマー君が食べたいと思います。いいね。二重にラップをしてたので、どこじゃろうかってなるわけなんですけれども、あ、こ、あ、わかるわ、わかる、じゃ無理やり取ってね、取ってパーン、わ、いい形ですね、はい、2個目はほらアメちゃん見たくなってるからこれはわかるんですよ、どこからかね、うん、くるくるくる出ましたーと、こんな感じです、いい感じですね、なんかもう丸太みたいじゃない。上手だね。イエー、おー、なんかプルンプルンの、ツルンツルンの、おいしそうじゃないですか。あ、いい感じですね。今日は火の通りもバッチリです。なんかさ、ピンク色がいいよね。火はしっかり通ってるんですけれども、綺麗な色でしょ。おー、これちゃんと火は通ってますよ。おいしそうだ、自分で作って、自画自賛。はい、じゃあお皿に持っていきたいと思います。盛り付けだね。はい、じゃあこれをそのまま長いお皿に、あ、よいしょよいしょ、こんな感じです。綺麗、こんな感じに並びました。あ、いいですね、バババッとこう緑ですね、ほい、鮮やかだね、ほい、鶏ハム完成。完成だね、食べるね。できたー。いいね。はい、どうぞ。鶏ハムだね。間違いないね。はい、できましたー。鶏ハムです。めっちゃ美味しそうやん。ということで今日も早速。いただきます。まずはこの子からいて取れないで。ああ、ではまずはこちらからかいわれ。ああ、あれ、辛い。では気を取り直して、おい、鶏ハムちゃん、鶏ハム行ってみよう。どれにしようか。釣れましたけど、おめでとうございます、当選しました。うわ、みずみずしい。ではいただきます。うわ、おーい、これ入れすぎたパターンじゃないか、これ口に。うまくん。覚えてた。いや、もうね、はい、肉厚がすごい。肉厚がすごいって、うん、どういう意味ですか。もう肉が厚くてすごい。肉厚がすごいすごいすごい。そういうことです。どういうことなんでしょう。皆さん、そういうことです。チャンネル登録よろしくね、チャンネル登録よろしくね、チャン。さあ、今日は鶏ハム美味しくいただきました。ではこの後ゆっくり最後までいただきたいと思います。それでは皆様、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。 See you.